用されています。スクーラです。右中間伸びる、入りました。スクーラの一発、マリーンズに先制の2点をもたらしました。岩崎は変化球を打たれました。2対0マリーンズが2回の表に2点を先制しています。今のは、まあ、思った以上に小久保そして斉藤らと過ごした岩崎。日本ハムの今の快進撃っていうのは、さあこれは左中間破ります。二塁ランナー西岡はゆっくりと今三塁を回ってホームに帰ってきます。打った今井はセカンドへ、マリーンズに1点が加わりました。西岡は今井連続ツーベース。今の初球から打っていきました。ライトの前に三塁ランナーホームイン、そして西岡は三塁を狙う、ボールが返ってくる、タッチはセーフです、セーフです、セーフだ。西岡が積極的な走塁、そして田村も非常にいいボールを投げたんです。ホークスバッテリーどう攻めますかね。回転います、外外れました。天を仰ぐ藤岡、キムテギュンに押し出しのフォアボールを与えてしまいました。今三塁ランナー西岡がホームに帰ってきます。しかしワンアウトなおもエラー、ライトへ田村が掴んだ、三塁ランナーはタッチアップでホームに帰ってくる。マリーンズ追加点、6点目が入っています。サブローの犠牲、これはレフトに上がる、見上げた、入った、ホームラン。そのカットがサブローに打たれました。8回の表マリーズに追加点、サブローに一発が出ました。マリーンズに7点目が入ります。変化球高めに浮いたところ、サブローは見逃しませんでした。甲子園放っています。センターへ鋭い当たり、あーしかし柴原が目測を誤ったか、二塁ランナーそして一塁ランナーもホームに帰ってくる。マリーンズ2点追加、今の藤本さん、ちょっと柴原が前に出てきて、そして後ろボールが越えてしまったんです。その神戸がレフトの前に落ちた、二塁ランナーホームに帰ってくる、今ホームイン。神戸にもタイムリーが出ました。マリーンズ ついにこの回3点目、これで10点目になりました。金沢とかっていうのはそのやっぱり当然次いいところで使ってくれるんじゃないですか、はい、さあこの辺りは伸びていくぞ、フェンスに当たる、そして神戸はホームに戻ってくる、ボールが今返ってきたがホームイン。的場今日2本目のヒット、タイムリーになりました。もうレフトスタンドはお祭り騒ぎです。守備の人的場まで打ちました。